スタニスワフ・プシビシェフスキは、ポーランドの詩人、小説家、劇作家である。デカダン派、自然主義文学に属し、戯曲は、象徴主義の流れを組んでいる。ドイツ語とポーランド語で執筆を行った。プシビシェフスキは、1868年、各国に分割された状態のポーランドで、クルシュビツァ近くのオイエボで生まれた。父は、教師のヨゼフ・パシビシェフスキー。 プシビシェフスキは、プロイセン領トルンにあるドイツのギムナジウムに通い、1889年、卒業した。その後ベルリンに向かい、建築と薬学を学んだ。その時、フリードリヒニジェやサタニズムの思想に影響され、ボヘミアン的都市生活に枠撃した。ベルリンでは、マーサ・ファーダーという女性と同棲したが、1893年8月18日、 ダグニー・ユールと結婚した。マーサとの間には、同棲中に二人の子、ダグニーと結婚した後に一人の子が生まれている。1893年から1898年までは、ベルリンやダグニーの故郷であるノルウェーのコンスビンゲルで過ごした。ベルリン滞在中は、クロコブタ邸で芸術からのサークルと交流した。その中には、ヨハン・アウグスト・ストリンドベリ、リヒャルト・デーメル、 エドバルド・ムンクなどがいた。1896年、彼は、ナイサイ・マーサを殺害した容疑で逮捕された。しかし、彼女が一酸化炭素中毒で死亡したことが分かり、釈放された。1898年秋、プシビシェフスキとダグニーは、クラックフに移り、革命主義の若い芸術家たちのリーダーとなり、ジアッチア死の編集者となった。プシビシェフスキとダグニー、 彼は、リビューを訪れ、詩人、劇作家、ヤンキャスプリウィッツと会った。プシビシェフスキは、その妻ドビガガススカと不倫関係に陥った。1899年、プシビシェフスキは、ダグニーを捨て、ワルシャワに家を建てて、ドビガと暮らし始めた。この頃、ポーランドの画家アニエラ・パジャコーナとも関係を持ち、子供を産ませている。ダグニーは、パリに戻り、 1901年に、トビリシュで友人に殺されるという最後を迎えた。1905年、プシビシェフスキは、ドビガと共に、トルンに移り、アルコール依存症の治療を始めた。ドビガは、夫との離婚が成立し、プシビシェフスキと、同年4月11日に結婚した。プシビシェフスキは、この後も、中性アルコール依存症と戦うことになる。1906年、二人は、 戯曲、スロービーを打った資金で、ミュンヘンに移った。第一次世界大戦中、短期間チェコのボヘミア地方で暮らしたが、1919年、独立を果たしたポーランドに移った。1917年から1918年にかけて、ポズナンで、ZDRJ 市に寄港した。ポズナンで、彼は、劇場の監督の仕事に応募したが、彼が戦争中に、 ドイツの政治機関士で働いていたことが原因で認められなかった。郵便局でドイツ語の翻訳者の職を得た。1920年には自由都市ダンツヒの鉄道会社で同様の職に就いた。1924年までダンツヒに住み、ポーランド書籍の本屋を営んだ。その後、トルン、ザコパネ、ブイドゴシチを転々とした。最後にワルシャワで、 大統領府の仕事を見つけた。1927年、郷里のクやび地方に戻り、その11月、ヤロンティで亡くなった。最も有名なのは、1896年の小説、ホモ・サピエンスである。ありがとうございます。